はようございます。11月23日火曜日の東京インフォメーションです。東京都では電気の契約を見直すことで太陽光や風力など環境に優しい自然の電気を利用できるみんなで一緒に自然の電気のキャンペーンの参加登録を開始します。おはようございます。環境局の西脇です。東京都は脱炭素化に向けた再生可能エネルギー利用促進の取り組みとしてこちら再エネ電気のグループ購入事業みんなで一緒に自然の電気略してミー電を実施しています。この事業ではまず太陽光や風力など再エネ電気を購入したい家庭などを募り多くの参加者が集まることで購買力を高めます。その上でオークションを行い最も安く再エネ電気を販売する電力会社を選ぶことで再エネ電気をお得に利用いただく仕組みです。キャンペーンの対象となるのは首都圏在住の家庭や商店、小規模オフィスなどです。再エネ 30% 以上と 100% の2つのメニューを用意しています。参加登録は無料でみんなで一緒に自然の電気のウェブサイトから来年1月31日月曜日までにご登録ください。お手元に検針票があれば5分程度で登録できます。登録いただいた皆様向けにオークションで決まった電力会社の見積もりを提示しますのでどれくらい電気代が節約できるのかなどを確認・検討して来年2月15日までに契約の切り替えを行うか否かの判断をしてください。切り替えを行う際の手続きは事務局が責任を持ってサポートします。ちなみに昨年末に実施したキャンペーンでは約6900世帯が参加登録しました。電気代の削減額は電力使用量によって異なりますが4人世帯を想定した事務局試算では再エネ電気を 30% 以上としたメニューでは電気代がおよそ 9% 年間およそ1万円の削減再エネ電気を 100% としたメニューではおよそ 6% 年間およそ7000円削減されました。詳しくはミーデンで検索しキャンペーンサイトをご覧ください。皆さんもお得で環境にも優しい再エネ電気に切り替えてみませんか。ぜひご参加ください。都は来月明治神宮外苑を舞台に初めて開催される光の祭典東京ライツの参加者を募集しています。東京ライツは1分台の短編プロジェクションマッピング映像作品でハイレベルな国際大会ワンビニッツプロジェクションマッピングコンペティションと光や音楽で彩られた神秘的なショーから構成されるイベントです。開催は来月9日木曜日から12日日曜日まで第1部が午後4時45分から6時45分第2部が午後7時から9時で最終日のみ午後5時半から9時までです。会場は明治神宮外苑聖徳記念絵画館と総合球技場軟式球場で最終日にはグランプリなどを公開審査で決定し授賞式が行われるということです。入場チケットは無料です。公式サイトからの事前予約制で会員登録をした上で今月26日金曜日午後11時59分までにお申し込みください。福祉サービスの身近なハンドブック社会福祉の手引きの2021年版が発行されました。社会福祉の手引きは都の社会福祉の各制度保健・医療分野の事業福祉サービスなどの利用手続き相談機関施設一覧などの最新情報をまとめて毎年発行しているものです。区市町村の福祉関係部署や公立図書館などに無償配布され一般向けに
都庁第一本庁舎3階の都民情報ルームで販売されています。さらに内容を一部抜粋したデータが福祉保健局のホームページに掲載されています。